粗品です。せいやです。毎週金曜日のオールナイト日本は我々霜降り明星がこの後3時まで担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。筋肉痛すごない?あら、それな。筋肉痛。2日前ぐらいから。いや、すごいね。びっくりしたな。びっくりした。とある。そう。ね。まあまあ全然もう言ってええねんけど、その、あ、まあ、そうか。YouTube で、YouTube で、なんとなしに、なんか、なんていうの、自分が動いたら、はいはいはい、動いてくれるみたいな、はい、スポーツ系のね、はいはいはい、スイッチとかである、そのゲームをやったら、こんな、いや、確かに結構やったもんな。昨日、えぐかったわ。まあ今日まだマシやけど。で昨日とおとつやってな、あ、そうか。だよな。いや、だから俺もう、はよ言いたくて。お前どうしてるやろうと思って。この、わろたもん。わろた。起きて、もう、胸筋も痛いし。胸痛いね。そう、俺も言う。お前、免許大丈夫やったか。いや、そう、まあ、教習ね、車乗って、いや、しんどいよ。正直、左メインで運転したな。左メインって何?あ、左腕メイン。左腕メインで。いや、そう、左折しかできへんやろ、もう。残念ながら、右折なし。落ちるて。左折を3回して右折しました、だから。いやいや、めちゃめちゃ怒られるやろ。めちゃめちゃ怒られる。何してんの?何してんの?どっち来たんの?右折したかったのかよ。って言われて。そうですね。怒られるやろ。いや、腕痛いね。何これ。なんか2日ぶりに会ったから、それ、すぐ共有したかった。びっくりした、俺も。何やったっけなと思って、びっくりするときありますよね。この、昨日何やったっけみたいなさ。はいはいはい。とか、前もアセイのライブダンスそうそうの、次の日、俺、なんてこんな足震えてんねやろ、みたいな。そうなの。膝震えて、あ、そういえばそうか、みたいな。あるなこの、ほんで俺はもう、当日の夜も結構きつかってんけど。もう折れたんちゃうかみたいな感じやったなゲームでな腕上がらんかったほんまにいやほんまにこのやっぱ おっさんになってきて、はいはいはい、筋肉痛ひどなのかなんか若い時は部活やってたからかななんか全然ちょっと動いても筋肉痛ってならんかったけど、はいはいはい、もうなんかほんま最近漫才のちょっとしたジェスチャーで、はいはいはい、なんかアドリブで調子乗ってというかその盛り上がったら結構アドリブでずっとやるみたいな、はい、たまにあるじゃないですか、はいはいはい、俺ら漫才で、はいはい、もうえってみたいな、はいはい、でこのめっちゃアドリブやからこううわーって俺ら二人楽しなってずっとしつこく、まあ例えば分からんけどサザエさんのあの波平がね玉を蹴るみたいなボケあるんです、はい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 、それをめちゃめちゃ長くもうえってみたいな舞台袖行ってありますねうんもう袖の端っこで足だけ見えてるみたいな。いやいや、怖い怖いみたいな。はい、調子乗ってたもう、次の日起きたらもう右足動かへん。あれそうなんや。なんやこれってなって、俺。あれそうなんやばいもん。空単かなんか、ああなんかおかしなったみたいな。それこそ、インフルエンザちゃうかみたいな、この関節の痛み。ああはいはいはい。なんやこれと思って。って思い返して、あ、ちゃうわ、昨日俺が波平でやったんや、みたいな。あ、あれ結構そうなん?いやいや、前はそんなんもう平気やってんけどな、やっぱ運動しなさすぎて、これ何やっけみたいなな。運動はしてへんな。久しぶりに運動したわ、あの日。なあ。あ、痛い。痛い、まだ痛い。たまに気合い入れて、最初はグー、じゃんけんほいみたいな、4回ぐらい、しょう、あいくしょう、しょうみたいなんで、次の日、そうやん。それも。いや、たまにあるよ。何したっけ?本気じゃんけん。あいこ3回続いたんや。いやいやいや、それでなったら、お前、ちょ、レベルちゃうわ。いや、なんかなるぞ、最近。いや、痛いね。首からな、肩、胸、腕にかけてな。右半身な。真っ赤っかよ、もう。真っ赤っか。サーモグラフィーで見たら、もうここ。CM やったら銅像やで、今。もう、日々入る CM な。コンコンされ腰痛とかのな。痛いで。痛いよ、これ。いや、なんか、そんな時に思うわ。マジで筋肉痛じゃなかった時の、はい、何腕良かってんな、みたいな。ああ、本来の。風邪ひいた時に、いや、風邪ひいてなかった、あれ当たり前やったけど、はいはいはい、あの日々良かったな、みたいな。あるね。そのワクチンの副反応もな、あったけど、またちゃう筋肉痛やな、今回。はいはい、ああ、痛さね。めちゃくちゃ痛いわ。確かワクチンの副作用も痛かったなぁ。痛かった。肩、なぁ、腕、うん。うん。痛かったなぁ。痛かった。あれそうか。あれも、あれもなんかど、
左、打った方だけか。打った方だけやったな。だからあれ左か。だから打った方、打った日に YouTube のゲームやったらもう終わりや、左右。左右終わりです。終わりやな。しんどいよ。免許どれぐらいいってんの？もうずっとスケジュールに粗品教習って入ってる。いつ取んねん、お前。仕事みたいに入れんな、スケジュール。今は、仮面の、うん、何もう、なおうおう仮面なもう、技能試験受けられへんねん。どういうこともう、こんどんねん、東京の教習所。ほんまにすごいで。で、何一発試験やからか知らんけど、うん、学科試験合格してからじゃないと技能試験の予約できないんですけど。はい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 。もう、勉強の。2ヶ月先やで。もう、えぐない。2ヶ月先 ?2 ヶ月先です。枕やん。もう、枕。自分で作る。オリジナル枕。オリジナル枕やん。ロケとか。2ヶ月先ですよ。ええやん。2ヶ月先です。オーダーメイドの枕。枕やったら待てるけどな。まあ待てるな。まあ代用できるからな。そう、技能試験。2ヶ月先そう。で、ヘッドスパやん。有名な。悟空の気持ち。悟空の気持ちな。寝てます。寝てます。あれもっとやで。あれもっと。あれもっともう何年とかレベルですよ。ええー。いや、ええやん。もう枕で。あんま珍しい。2個、自分で2個例えるって珍しいですよ。2ヶ月待ちなんですよ。いや、俺がサーモグラフィーって言ってからお前が CM の岩どうぞ、ね。あ、どうぞ。岩って言ってる。やっぱあれがちょっと良かったなと思って。気づいた。どうぞ。例え。ピキピキピキがな、光。光るとこな、割れていくとこから光って、シュイーンって割れていく。あれ、そもそもそうか。お前で追われてたけど、俺いらんこと言ってるもんな、例え。いや、いらんっていうか、いいね、と思って。その生放送やから急に。そうそうそう。あ、火ついてな。うん、なんかなんていうの、もっと盛り上がっていい。あ、うん。もっと笑いたかったけど、生放送のスピードに、トークもせなあかんからと思って。ああ、確かに確かに。うん、そういうことな。うん、なんかそんなのもあったかも。もうね、2ヶ月。2ヶ月先やから、もうほんま もう Wi-Fi の工事ぐらいなっとんねん、もう。2ヶ月先やから。あ、なるほどな。もう注文してから、もう何やかんやって、家にやっと来るルーター、はいはいはい、こっちの都合まま。はいはい、2ヶ月ぐらい伸びてもうてんねん。伸びてもうてんねんな。もうてんねん、それ。ああ、だから、吉本の、まあ、テレビじゃないイベントの給料や。まあ、2ヶ月、2ヶ月ぐらいか。それはほんまにそうやな。イベント、大阪とかでやる、吉本案件の、バンドとかでやるイベント。このイベント楽しみやったのに、いつ入んねん。うん。2ヶ月かかっとるわ。で、忘れて、給料みたいな、ね。確かにな。うん。メンバーさんの賞味期限ぐらいやな。俺の顔見ろの。はい。終わり終わり失礼が出た。あ、これ。ごめん。先輩やからな。先輩やから言うてんの、うん、後輩には言わんよ、俺。いや、先輩にも言うな。あ、そうな。後輩にはもっと言うな。天才ピアニスト、おめでとう。いつ言うとんねん。おい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 。それで、ピリちゃんいつ言うとんねん。いや、チャンピオンやけどね。天才ピアニスト、おめでとう。NHK、髪型、うん、なんちゃら、新人賞みたいな。すごいな。いや、天才ピアニストは乗ってるね。乗っとんな。W も準優勝。うんそうです、もう、2票入っての。すげえな。うん、あ、2票入ってたっけ？同率みたいな、すごい優勝、準優勝でしたけど。すごいな。いやー、すごいね。しかも知ってる？え？見た？36年ぶりですか？何？女性コンビが優勝。そうだ！すげえな！ほぼ天才ピアニストだけ。誰な？ 36 年前。これ誰やと思う？いいクイズ！お前好きやろ、こんなんクイズ。当ててみて。いやいやな。36年前。36年前でしょ。これ一発で当てたら、はい。こほんまにセイモンタ。セイモンタ？はい。1000万出します。ぐらいむずい。これ当てたらすごい。クイズ。セイヨネア。セイヨネア。ドゥドゥドゥン。あ、来た。1000万が問題ない。セイモンタ。お願いします。お願いします。そんな感じ？セイモンタ。お願いします。受話器、上がってます。あ、はい、すいません。テレフォン。
はい、使ってしまいました。はい、立て付けで、はい、ちょっと受話器が上がってしまいました。ブーって状態なんでまだ勘弁してくださいよ、はい、ええー、これ使ってることになるんですか。ちょっともうテレフォン、はい、使ってしまいました。ええー、あ、50-50とかいけますか。あ、50-50、うん、まだ残ってますか、ライフライン。エーペックスのライフライン。ちげちげちげ、はい、自動で回復できる、はい、青山テルマさんにそっくり。いや、そっくりやけど、はい、ライフラインな。若い、ラジオで。はい、エーペックスライフラインな。ライフラインなら呼べます。あ、いやいや、はい、それは使えます。セイヨネア、あれないんですか、選択肢半分に絞るやつみたいな。とか、オーディエンス。観客の投票みたいな。あ、ありますよ。あんねん。はい、あります。あ、じゃあちょっとも問題。はい、ちょっと読み上げてもらっていいですか。はい、天才ピアニストが、はい、優勝しましたが、その36年前かな、はい、38年前かどっちか分からないけど、36年前の、うん、女性コンビは誰。36年やもんな、はい、マジでこれ4択なしですけども。あ、まあそうや、そうやな、はい、まあこの1000万なんで、ね、本当に36年、ほんまに1000万、ほんまに1000万、これ冗談じゃなくほんまに1000万です。契約しても今、あ、俺たまに言うけど、そのお前にほんまにこれあげるわって言った時のやつ、俺マジやから、これ。ちょ、もうほん、ちょ、時間かけるで。まあ、ラジオっていうのはあるかも、基本。このお前の1000万もおもろいかもしれんけど。いやいやいや。リスナーは0円で聞いてくれてるわけやからな。いや、まずいけど。うん、36年前でしょ ?36 年前。その、あ、OK。だって今、私33期ですよ。イエス、私、サクランボの言い方すな。私、33期ですよ。いえ、サクランボの言い方。って考えると、はい。今40、4期とか出てんのやな、NSC。あ、いえ、そういう推理よ。そういう推理。ということは、これみんなもう絶対、どんだけお笑いフリークでもわからんと思うな。マジ？そんなむずい。だってだいぶヒントやもんな、意外やなっていう。例えばやけど、そうやな、年代がわからんな。安友さんって何期ぐらいなんやろ。いい。もうあれラララレ。例えば。ラレ。ラレ？何ラレって。例えば安友さんやとしても、ラレ？ラメ言うてん。安友さんやとしても、はい、問題ならんもんな、簡単すぎて。まあ、逆にっていうのもあるしね、でも。ないよ、そんな。安友さんが素人の時に撮ってる可能性もある。いや、ないないない。こいつが1000万っていう時はもう相当や、ね。もう一等ね、一等。で、なおかつ、はい。誰やねんじゃないと思うねんな。はい、はい。松竹ちゃう。マジで。俺、吉本じゃない気すんな。ああ、なるほど、なるほど。そういうのも。うん。はい。はい、え、なんて言ったっけ、もう、女性コンビ。女性コンビが36年ぶりです。はい、ライフライン使いますか？あ、いいんですか？はい、どうぞ。じゃあ、はい、ライフラインお願いします。はい。お願いします。何？エイベックスのライフラインやないか。なあ、態度悪いライフライン。ケアパッケージ読んだよ。ケアパッケージ読んだよ。助かるわ。うん。一番、センチになるときに、とこに読んだけどね。なんでな？うん。なんでセンチになるとこに読むねん。急いでたから。呼ぶことでもう、頭いっぱいだったから。ああ、おい、あかんやろ。うん。開けた場所にやったら。そう、ごめんね。いや、もっとなんか、うん、ちょっと、僻地にしてくれよ。何？シールドバッテリーみたいなの もらえるんですか、うん、この、参考パンパンパンってドア開いて。あ、てか問題やってんだろ？はい。うん、問題は？あ、ごめん、あ、いいの？あ、聞いていいですか？すいません。あ、そういうことか。すいません。36年ぶりに女性コンビが優勝したって聞いたんですけど、うん、NHK、髪型漫新人賞、うんうん。わかりますかこれ、うん。時間ないから。やばい。あ、教えて。うち、エーペックスのことしかわからないんだ。いや、そらせやろな。そらせやろな。いやいや、だから、わからんのかい。うん、わかんない。いや、なんか勘でもいいから、なんか知らないですか、お笑い知らない。あ、知ってるよ。知ってる。好きだよ。うん。ちょっと教えて。はい、だから、NHK の髪型新人賞で、天才ピアニスト36年ぶり入賞したんですけど、うんうんうん、誰ですかね、36年前。ちょっと先に、走った方がいいかも、いやいやいや。オレンジのやつ着てるから。アンチ着てる。アンチ。いやいや、最初のアンチは大丈夫や。安全地帯。じゃ、最初のアンチは。もう2回目だから。2回目か。うん。どこ行くねー。じゃあねー。なんやねん、おい。お前が読んだライフラインやろ。すいません。いや、オーディエンス、テレフォン、はい、うん、
50-50 のことを総称でライフライン。そうですね。そうですよね。おかしいですよね。さあ、そろそろ、1000万ですから、粗品さん。そうやな。いや、マジで、ちょっと待てよ。エーペックス知らん人も調べてください、ライフライン。青山テルマちゃんにめっちゃ似てるから。めっちゃ似てる。なあ。チキチキジョニーさんそんなやってんもんな、36年もな。おぉ。いやいやいや、セイモンタ。1000万持っていかないでくれよ。セイモンタ、わかりやすい。リアクションしてくれんの。危ねえ。腹がスーって今。腹が、近い。危ない。女性コンビ。ハイヒールさんやったりするのかな。さあ、そろそろお時間でございます。うわ、やばい。さあ。そうやな。そうやな。これも言わながらな。いきます。さあ、17秒後に、お願いします。17、16、15、14、いや、何にこの時間。13、12、10でええ。11、盛り上がらん。10、9、なんか長いな、17や。8、はい、7、6、5、女性コンビか、4、か、5、30、4、あれ？シコシコ1、0。ああ、ニートさん。はい。ごまかされた。何それ。はい。ちゃんと。時をねや。ふるえ。何あの、増えたと思いきや、ちゃんと数えてました。4、5、はい、3、2、ニートさんの代わりに4と5を代用しただけで。あ、わかりにくいです、ね。増えたと思ったでしょ、今。盛り上がったと。そう。はい。いいボケやと思って。すいません。あの、ニートさんを4と5、僕、ニートさんがだっけでトラウマあって。あ、なんかあったんですか ?2 が。そうなんですよ。2が親父と浮気して、3がおかん。バカリズムさんシュールやな。数字が浮気した。2が浮気して、3がおかんに、はい。形がそう、ね。はい。と、出て行ったことあるんで。あ、複雑やん、2と3で、はい。そうなんですよ。それで、あの、義理の兄さんができたっていう。うまっ。はい。それで、うまっ腹立つ。兄さんで。6でもない話やな、お前。あー、なるほど。まあ、死の子の言ってんと。おえあ、いちいち言わないでください。あえはい。まだ出てないやつ。吐くぞ、お前。はい、じゃあ。ちょっと吐くぞ、お前。兄さんもそんな生まないと思うんだけど、うまかった。いや、痺れた。兄さん、あの、いいダジャレって痺れるやん。痺れた。痺れた。お前がそんな好きなだけやろ。じゃあ、ピンクの電話でよろしくお願いします。おら！はい。もっとや、あれか。ピンクの電話さん。ファイナルアンサー。いいえ。あら。はい、すいません。もうやめ、もうファイナルアンサーの段階で変えたやついねえよ。いや、ちょっとやっぱやめます。もうちょっと相当な心づもりだと思ってください、ファイナルアンサーは。いや、でも一応そこで言ったら。危ないよ、ですよ。まあまあもう、形式上やってるだけなの、うちもね。あ、そうなの。まあほぼ。そうなの。あんま変えないでよ、その。まあでもほんまにわからんな、うん。安友さんにしようかな。さあ、お時間です。うわ、さえへんわ、ボケー！うわぁ、ほんまに欲しいのに。お願いします。はい、お、来た。あ、赤プルさんの前のコンビ。赤プルさんの前のコンビ、どうぞ。赤プルさんの前のコンビ、回答が赤プルさんの前のコンビ。はい、はい、最初なんて言いましたっけ。ピンクの電話さんから。いや、もう電話で、赤プルさん、ピンクから、ピンクの電話で、ちょっと、色とお前、電話で赤プルって思いついただけじゃん。いいえ、ほんまにたまたま。ピンクの電話さんから赤プルさんの前のコンビ。はい、前のコンビ。はい。コンビ名言わないと、あの、はい、1000万もらえないですけど、大丈夫ですか？正解してても。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。わかりました。はい、じゃあもう、不正解ですが、一応答えを言う展開ということで。はい。はい。あ、ファイナルアンサー。あ、そういいですか。じゃあ、ファイナルアンサー？いいえ。なんじゃこいつ。野々村さんの前のコンビでお願いします。おー、D、D、来い。野々村さんの前のコンビ。もうな、CM またぎたいね。バイキングでもないし。これ生で、ね、野々村さんの前のコンビでお願いします。あの、もう、バンジーで言うたら、もう出とんねん。もう、ほぼもう飛びかけとんねん。あ、そうなの？危ない危ない危ないかい！もう一番危ないから。うん、野々村さんの前のコンビでお願いします。野々村さんの前のコンビ名も答えていただいていいですか。1000万なんで。T シャツマクド。なんじゃそりゃ。はい。そんなことより。何ですか。はあ、はい。いやいや、びっくりした今。何ですか。白い T シャツ無地に、はい、はい。赤い文字で、はい、シュプリームかと思いきや、はい、マクドナルドズ、カッコマクド。そうですよ。関西のマクド。マクドナルドの T シャツ。みんな思ってたかもしれんけど、いや、めっちゃ湧いてたで、今、マクド。全然湧いてない。全員立って笑ってた。あ、ほんま？何それ？
え、いやいや、これマクドですよ。マクド好きなんで。後ろ何？はい。後ろ俺も。I'm loving it。やかましいわ。公式グッズ。I'm loving it。すいません。好きなんでね、マクドナルド。まあ、野々村、ああ、まあそうやな、コンビ名言わなあかんもんな。そうですね。じゃあ。まあまあまあ。安友さんにします。オッケーです。正式名称。はい、おー。うなばらやすよともこさんでお願いします。うなばらやすよともこ。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。でででん。さあ、言ってしまいました。もう、以前の、生活には戻れません。そんな背負ってんの750万の小切手破るんじゃなくて、以前の生活には戻れません。イカゲームやん。はい。エグいって。はい。保険証、ピリピリ。やばマイナンバー、ピリピリ。俺の身分証明する書類。はい、住民台帳カード、セーフ。なんでそれセーフやない？住民台帳カード。住民基本台帳カード。重機カードみたいなやつ。重機カード。それも昔のやつや、重機カード。はい、もうないの。ドゥドゥドゥン。頼む。1000万熱いぞ。どうだ。ああ。よし。おお。俺が繋がらんか。放送事故になるから。俺がなんか、ボソボソになんか言っとかな。まあ、ありましたよね。5秒以上無音ついたら放送事故扱い。危ない。危ない。うるせえ怒られた。マートって怒られた。うるせえ、はい、うるせえ、はい、うるせえ。いやいや、何がですか？あの、正解か残念か。うん。はいはい、はい。いやいや、もちろん分かってますよ。ちょっと、うるせえ。いや、喋るな。違う、あの、放送事故なんか、息遣いでもいいんで、なんかリアクションしてもらえれば僕も。わかりました。はい。すいません。うるさくてすいません。でででーん。じゃあ。危ない怖いよ。そうそう、なんかそういうのやっといて。ほんま、緊張があるから。そう、1000万円こんぐらい貯めるよな。なんや。何の音？朝4時の外！何した今お前何をしてくれたの？なんだこの音は。朝4時の外、ってあのバイクの音が聞こえる。あー、確かにな。めっちゅうねん。ほんまやな。あー、いや残念。どこで言ってんねんお前。どこで言ってんねんお前。なあ、全然違いますから。旗よく旗もんだやん。残念。切られるやん。じゃあ鋭利な刀で上から下に振り下ろし、ギュリン。グロいな。ほんまに切ってどうすんねん。かけて言え。ギャンブル、もうクイズもダメ、ギリでええやろ。そんなんで。ダメ。残念、これやっぱ難しいか。何？ほんまに1000万あげたかったけど。で、正解は、正解は非常階段さんです。空気階段のばあちゃん。誰？非常階段。空気階段のおばあちゃん。ばあちゃん。非常階段。誰？わかるか？いや、これむずいやろ。今、どなたかなんですか？これは、あの、シルクさん。うわぁ！元コンビ。だからちょっと惜しかった。いやいやな。惜しかった。くっそー！だから決して、その無茶なクイズじゃないというか。へぇー！ほんまに一発当てたら1000万級の。ほんまにチャンスあったやん。ありました。とか、俺がたまたま調べてたらな、普通に。分かってたもんな。まあ、それはすごいけどな、うん、その調べてて、ほんまは知ってて、相方から1000万は、はい、ちょっとびっくりするけど。あ、ほんま。うん。非常階段さんなんですよ。シルクさんの、元コンビが1000万らしいです。あ、1000万じゃない。いやいやいや、ごっちゃなっとるかな。いや、俺への賞金や、はい。1000万送られます。あ、いや、送られへんやろ。粗品さんが36年ぶりに優勝したということ。すごいな。ビンゴマシーンです。ビンゴマシーンです。うん。何が？あ、仮面のキャンセル待ちの抽選です。いつとんねん。はい。お前な。話それたんで。お前な、トークの構成終わっとんねん。何が？いや、
俺の仮面の話やったから今ずっと。だからな。取られたと思って。急に天平おめでとうって言ったから、全力で俺、ああ、なんやったっけなって思いながらもう、持ち前の起点の速さでそっち乗ったんや。ほんなら、気になってたけど、急に、ビンゴマシン。わからんねん、急に言われても。さっきの話やねんけど、はい、実は、仮面のやつは、って言えやん。ああ、そうか。わからんねん。なんで天才ピアニストって出たんやっけ、ほんで。お前がメンバーさんのことも、言って、グヘンに言えんきでね、とか言い出して後輩思い出したやろ、知らんけど。自分で。鼻ちぎれる。全部マッチポンプで選んで。グヘンに言えんきでな、天平おめでとうとか言って。危ないとこやで。俺からしたらわけわからん。そう、葬式ムードになるどうや。あーはーはーって。あーはーはー。いやいや、2ヶ月先か。ああ、そうですね。いや、何やねんか。それどういうこと？ほんで、ビンゴマシンやわって。キャンセル待ちに行ってるんです、だから今。2ヶ月先の、もう無理やろ。2ヶ月先の予定わからんやろ。あ、わからん。そうでしょ？うん。まあ言うたら13時半ぐらいまで拘束されるんですよ。朝1から。だから、仕事がない日じゃないとダメじゃないですか、夕方とかからし。いや、仕事あっても嫌やしな。せやろ？うん。だからキャンセル待ち言うて、午前中空いてる時は。うん。それはありなんですよ。ゲリラ的に、試験場まで行って、はい、その受付エントリーみたいな、ほんま、サードチャレンジみたいな。紙に書いて。昔の、はい、ほんま、吉本の一番下のオーディションや。はい。サードチャレンジの。紙提出し。もう M1 取ってからまだそんなエントリーするとはな。するとは。ね、教官でできてビンゴ回して抽選なんですけど、それは外れたりして。そんなありましたっけ？多分だから、合宿ですよね。でも、あ、仮面の技能はそうか、合宿中取ったわ。本面は、あ、本面戻ってから取った。あ、技能はでも確かに鳥取で全部終わらしたわ。学科はね、飛び込みでいつでも行けるんですよ。はい。予約いらないんですよ。技能か。そう、運転するやつ。ビンゴのその数字は何を選んでんの？その受験者の名前を、番号。1から、まあ、6人キャンセル待ちだったら6人。で、紙配られるんですよ、はい。6人並んでるやつに、1番の紙、2番の紙、はい、3番の紙。で、あなた1番ですって言われて、はい。で、キャンセル待ちの枠がじゃあ2枠開けました。じゃあ2回ビンゴ回します。なんでビンゴなんやろ？からいや、これがなんか神社のおみくじの時もあるとかいう噂も聞いた。調べたんや、うん。腹立ちすぎて。腹立ちすぎて。例えばビンゴです。おみくじみたいな時もあったんや。はい、もうビンゴです。ほえー。で、ちょっと嫌やな、楽しい。3番の方が逆に。ええー。3番の人に、が入って手上げていくみたいな。ほえー。結構年齢は、そう、高いですけどね、そこ来る方は。あ、まあ、そうなんすか。多分働いてある方が多いんやろな。キャンセル待ちのおっちゃんとか。はえー、苦戦しとんねん、だから今。それ、粗品やみたいにならへんの？その、空気的に、ビンゴで。ああ、まあ、なってたり、なってなかったり。うぅーとか言うやろ、お前。どうしても、その、一個外れたら。うぅー外では言わへんって、俺。来い来い来いって俺言うやろ。ああみたいに言うやろ。唾は吐いてるけどな、マスクの中で腹立つ。汚ねパチン言うて。汚ねもう声は出せんから。って言って。息のいい唾やね。パチンっていう。パチンどうやんねん、それ。自分のマスクにね。もちろん。で、この人気もんやん。そのロケ来た時何か特技ありますか？息のいい唾吐けます。はい、行きます。パチンパチン音すごい。学生のおもろ特技。いや、腹立つからな。うん。いや、それ、きついね。ほんまにきつい。いや、ほんまに。ほんま、終わらん。終わらんな。終わらんねん。ずっとスケジュールに粗品教授、集合時間とかも仕事みたいに書いてあって。はい。いらんな、あれ。スケジュールになんで書いてん、教授。いや、忘れてまうから。いや、でも免許、ええ、ほんまに取って運転気ぃつけろよ、ほんま。俺。お前な。だってさ、俺、今週、うん、ほんま、なんかそういう外れのタクシーというか、うん、あるやん、その、ま、危ないタクシー。危ない。あるよ。もうね、会社とかもちろん個人名とか言わないんですけど、はい、もうその、遠回りしたりとかはまあまあええやんか。まだな。ほんま、今週、ほんま、外れの日やった。まず、品川の、うん、あ、それこと、そうや、そうや、坂本送った日や。うん、おぉ、坂本忘れてたけど。道間違えたりとか言ってた日な。そうそう、めっちゃ遠回りして、はいはいはい、まあ、それは良かったんけど、別に。うん、で、坂本を下ろした後、うん、江南口から、うん、なんか、なんかな、タクシー乗り場あるやんか。ありますね。
まっすぐ行って、はい、なんかいつもとちゃうなって感じが、なんか U ターンしだして、おうおう、あこう出て、うん出て、うん、ほんで U ターンして、うん、ほんでなんか焦ってはんねん、なんかううみたいな、うん、まあナビも入れてんねん、ほんで、うん、なんか右折しはって、はい、ほんならほんま映画みたいに真ん前からトラック来ててさ、ほんでキューって止まって道路の、ほんであのトラックを避けようとして左に、うん、ほんなのパーパーパーみたいな、うん、ほんならトラックの横のその車線からも来てんねん車が、だからもう車線を間違えてんねん、そのもう、うん、対向車線、対向車線で走ってんねん、落語やんいや、プロでこんなんあんねやとか、へえ、怖いな、めっちゃ怖いやろ、ほんでゆっくりバックしてた、あの車、まあなん、その品川のタクシー乗り場付近って、うん、別にそんなな、いやそうやね、みんなタクシー運転手さんは知ってそうなもんやけどな、まあ難しいあったり、このほんで昨日や、おう、あのほんま交差点の粗品さんがちょうど試験してるぐらいかな、うん、俺も、まあ、タクシー乗ってる時、ちょっと携帯見たりするやん。あ、はいはい。携帯見たりとか、ね、考え事したりして、うん、あんま前の道路とか見てない、正直。もう、あ、我々ね、お願いしますって言ってから。はいはい、そうやな。で、ぼーっとしてたら、なんか、パン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 みたいな、なんか怖い、ね、めっちゃ鳴らされて、え、なんやと思う。怖い怖い。なんか、ほんなら、なんかその方、グングングンってめっちゃ焦ってはんねん。うん、なんかもう、ほんま、グングングンってめっちゃブレーキ踏むから、めっちゃロデオみたいな、ほんま、うおーラウンドワンのロデオ。どうしたってなったら、なんかもう、赤信号、前は赤信号。うん、で、交差点やな、だから。うん。やのに、赤信号やのにこの停止線のだいぶ前で止まってはって。停止線オーバーや、そもそも。オーバーやし、うん。危ない。だから、あっちから来る、右折車が通られへんみたいな。はいはいはい。俺もびっくりしんけど、ほんま、道路の真ん中で止まってはんねん。はい。真ん中やで、その。はい、ほんで、後ろは後ろで来るから、はい、バックもできへんようになって、ほんで、信号無視もできへんから、怖っ。プンプンって鳴らされ続けて、真ん中でずっと耐えるみたいな、二人で。マジで。えぐ。プンプンプンみたいな。ほんで、もう全員な、何しとんねんみたいな。そらそうやん、でも。そらそう。トイストーリー1のあの、シドの犬みたいになったんや、最後。シャドウのな。そうそう。交差点の真ん中で。ウェー、あの、ウェーって回るやつ。な。ワンワンみたいな。なしょんねんってなったからな、そうそうそう、シドの犬よ、俺。シドみたいな顔してた、運転手も。怖っ。いや、俺、プロでもそんなんあんねや、と思って。もう、だ怖いな、運転、と思って。なおさら自分でやりたないと思った。ほんまやな。その人もわからん、東京慣れてないんかしら。俺、あれは初めて。だって、まあ、事故。交差点のど真ん中よ。で、後ろも、ほんで、その人も言い訳で俺に多分、下がれませんやんねみたいな言うけど。いや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 。怖いな。プープープーとか言って。もう、行かなあかんよな、逆に。行かなあかんよな、わからんもん、俺も。ほんで、へぇー、みたいな焦って。ほんで、俺もパニックになって、窓ウィーンと開けて、なんかどうなってんねや、みたいな。で、その歩道の人らが、わあ、あれあれあれみたいな。でも俺、すぐブイーンって閉めた。せいや、やばい車、せいや乗って、俺が指示したみたいな。あいつの指示あいつの指示で、あいつの指示やばい車乗ってるみたいなさ。運転手かわいそう。俺関係ないですよって言いたかったけど。まあ、無事に接触なく無事に、うん。ほんま、あの、ワンピースのほんま、カーマベルト入ったみたいな、海洋類の巣みたいな。めっちゃ怖かった。やばいやばいやばい。怖いな。怖かったわ。いや、だからその何事故にも繋がるし、うん、もう俺はだから今覚えたてやからさ、はいはいはい、もうま車線変更でウィンカー出さんやつばっかりやなとか、ああもうわかんねえ、もうアンテナビッキビやから、もう3秒前にウィンカー出せよみたいなあるやん、はいはい、いや誰もやってんやん、そら事故起きるで、あボケやん、確かにやらなあかんよな、30メートル手前3秒前に進路変更、ウィンカー出すとか誰でもやってんやん。あるね。何してんの？ 3 秒前とか。赤信号で止まって、うん、先頭の車両は青切り替わった瞬間に、うん、左右確認してへんやん、誰も。ああ、それも、そうやな。あるか。俺、するで。字で。まあ、それはした方がいいよ。そのなんか、試験受かりたいからじゃなくて。もちろんもちろん。ドライバーとして当たり前やけどな、って、ちょっと。そうやな。あ、こんな危ない車乗ってたんやって思ったな。ああ、タクシーとか。おう、まあ、飛ばしてくれるわ。ありがたい客もいるかもしれんけどな。はいはいはい。ちょっと怖いなって。
確かにこの免許取り立てのその感覚忘れん方がいいかもな、ずっと。そうよな。うん。安全運転せなあかんな。いや、もうせなあかんとしか言えないな。何週間前の放送で、はいはい、仮免許証交付されたら、オールナイトニッポンまで来るわ、みたいに言ってたよ、車で。あ、言ってたね。何同乗車乗ってたら。誰かの3年以上免許。そうそう、取ってたら大丈夫って言ってたんですけど。よう調べたら、練習のためにしか乗ったらあかんらしい。仮免許持ってても。なんか敷地内だけやったっけ？行動もいいんですけど、うん、仕事とかプライベートで同乗車乗ってても運転は、まあ、そもそもあかんねんって。練習のためだけに使ってください。あ、そうなんや。はい。はい。でもその練習のラインがちょっとむずいな。その。まあなあ。こっからわからんけど。出勤は良くないんじゃん。家から日本放送。函館に旅行とかの時にちょっと、うん、一応ありますよ、練習や、みたいなのがいいってこと？あかんやったんかな。なんてなんてお前。函館になんてタンバロン。イタリア料理屋や。イタリア料理屋おなんて函館になんか、観光地までちょっと練習しに行きました、みたいなのありってこと？いや、多分なしちゃうかな。まあ、なしか。もう、なしやと思うで。まあまあ、家の周りお母さんと一緒に、ちょっと車の運転みたいなこと。ですかね、練習で。ああ。やったらいいんかな、ちょっと。試験に向けてみたいな。そこはどう、話、あれによるかもしれんけど。いや、だから俺、合宿じゃないのがむずいって思うのはさ、ちょっと空いちゃうやん。空いちゃうなあ。空いちゃうねん。空いちゃうやろ本面。助けてくれ忘れるやろだって。忘れる。中列駐車とかさ。うん。いや、はい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 、ほんま、それこそもうめちゃくちゃその時は、もう全部分かってるができたけど、うん、あれ、ちょっと空いたら無理やで。せやんな。うん。だから、俺も教習多めにやってんねん。多分、教習所とかは、平均20時間 ?18 時間、20時間ぐらい、車で練習が推奨されてると思うねんけど。はいはい。25時間ぐらいはやってんねんな、俺。だから、すごいね、やってるんですけど、空いとんねん、日が。あー、それきついね。キャンセル待ちももし受かって、その抽選当たっても、俺自信ないし。そうよな。そうやねんな。これなかなかそれは、俺合宿でよかったって思うわ。お前の話聞いてた、マジで。合宿行ったら、なんか、いいから舞台ないんか、なんか。俺、テレオバテレオバ最後、ちょうど1年やからな。鈴木治さんの。ええねん、テレビのお化け。テレビのお化け。じゃあでもそれはほんまに、会ってくれ、うん。合宿ありやで、絶対やれるしな、女の子と。それないねん。お前の言うてる都市伝説。いや、なんか書いてたよ。ないねん、それ。信じんな。そんなもん。チェーンメールとかで回ってきたよ。だからないねん、それ。チェーンメールやから。合宿とかなぁ。ほんまにでも何免許取れた暁には一回ちょっと、ドライブでも行こうぜ。行こうぜ。正式に？ああ、その前にお前の結婚祝いの飯の予定早教えろ。お前いかんやん。そんな飯もいかんやつが。いやいや。嘘つきやねん、お前。誰が嘘つきやねん。早出せよ。飯。いや、飯はまた。遅いわ。飯また。なんかじゃあ俺それ苦手やねんな。飯、お前飯を行くよな、いろんな人と。いや、俺も別にそんな予定決めへんよ。俺も同じタイプだ。もう、この日行こうとかのタイプやで、俺も。まあ、飯、そうやな。ちょっと出そうか、日程。ただなぁ。まあ、やっぱこの遅い時間、ちょっと、まあ、そうやな。ちょっとスケジュール合わそうか。スケジュール一番合わせるとされてんねん、コンビが。あ、会える？いや、まあ、一人ずつの仕事あるとはいえ、まあまあまあ。いや、全然 YouTube 終わりとかでもええし。ああ、なるほどな。いや、うん、なんかな、俺も誘いたいんですけど。はいはいはい。この、まあ、せっかくの夕方終わり、みたいなのをさ、うん、ちょっと、まあ、俺の祝い飯に付き合わせ。いや、それはええよ。あ、ほんま？うん。あ、ほな、ちょっと。全然。あ、ちょっとじゃあ日程今、見ていい？あ、今見る。うん。この、ラジオ中に。うん、この、やっぱ、こう思い立ったか、うん。俺まだ祝儀渡してないですからね、粗品に。この、なんか飯で、一旦そこで渡そうかな、みたいな思ってたから。うん。なんかすごい、なんか不義理みたいになってる。祝儀渡してない。あ、みたいな。ラジオ終わりとかでもいいけどな。これの、うん、朝うん。しんどいで。最終居酒屋行こうや。いやいや、その、
ファミリーで行こう言ってんのよ、その、うん、よ4時とかに叩き起こすから子供も。よくないで、あんまり。行こうぜ。バチ嫌われされんじゃん俺。あのお前のせいにする。いや子供食う飯ない、ニラレバとかやろ。食う飯しないな。ニラレバかレバニラか分からんけど。いや、あラジオ終わり。行こう。なにこれのかい。これの。ちょそれはないやろ。これ終わりに祝えるかな。いや新橋とか空いてるやろな。コリドー街行こうぜ。なみたいな。コリドー街。でもええけど、その、うん、そこはうまいよ。でも、いや、その朝、ちょっとしんどいよ。そのテンションも低いよ、はっきり言って。もうラジオ終わってクタクタなの、この一日のね。終わりで、ここで力使い果たすからね。ああ。うん、その後に、おめえとおめえと、ちょっと、うん、しんどいかもな。マジか。あ、来月やったらちょっと、時間取れる時あるかも。うん、うん、うん。来月の、あの、おしゃべりちゃんくん、あの、毎月トークライブやってるんですけど、うん、あの、それの前後3日はちょっとなしで、うん。なんでやねん。何仕上げとんねん、お前。仕上げていらんやろ。何やそれ。それだけで。おしゃべりちゃんくん？ええー、A マッソさんがね、今日。あ、どんなんやった？いや、おもろかったよ。あの話もなったしな。俺らの修学旅行。修学旅行。やっぱ。そうそう。なんかあの感じがあって、喋、はいはい、りたかったん。なんかなかなか一緒ならん、A マッソさんと。そうやな。で、コンビ、二人呼んで、なんか A マッソさんとなんかあんな、うん、言ったら、すごいロケやん、あれ。うん。コンビ歌組で。意味わからんな。フリースタイルでさ。ボケ街中で、二組だけで有吉の壁やるみたいな。もっと荒めの。ほんまやな。そうそう。なんか俺、あれがなんかやったんが、すごい先入観があんのよ。なんか勝手に。あ、まあわかるで。そう。まあ、なんか一緒にこう。おもろかったし。そうそうそう。なんかやりたかったんですよ。ね、うん、ちょうどいいなと思って。先輩ですよね、A マッソさん。先輩。そういう話になって。だからちょっと思い出してんけど、お前覚えてない？二回転か。京都編と沖縄編つって、めっちゃボケる旅なんですけど、うん、なんか、沖縄かな、うん、夜も、最後のコーナーみたいなんで、うん、霜降りと A マッソさんがネタ入れ替えて、入れ替えてやった。俺らが A マッソさんっぽいネタやるみたいな。やったやった。で、A マッソさんが霜降りっぽいネタを、はい。やって、なんか、やったやった。30分だけ、おのおのね、コンビでネタ合わせして30分後集合みたいな。ありましたね。ほぼ即興でね、やるみたいなのがあって、はい、まあ、そんなもん、俺ももう酒、懐かしい、なんかあったな。そうそうそう。酒も飲む。アルコールコメディア言って。言ってたな。そう、酒飲んで、もう、わーってやってたんですよ。はいはいはい、で、結構、まあ、粗品と加納さん多分そんな酔ってないけど、俺は結構いい感じやね。村上さんめっちゃ酒好きやねんな。めちゃくちゃ飲んでたな。飲んでて、で酔っ払ってて、おうおうおう。なんなんか忘れたけど、なんでか、布団敷いてあったよな。うん。なんか高みに。はいはい。なんか休憩所みたいな。はいはいはい。泊まってはないと思うねんけど。いや、一泊したんちゃうか？一泊したか、あれ。あれ、京都やったか忘れたけど。なんか布団が敷いてあって、ちゃんと部屋もあってね。そう、部屋もあって、ええ、そこは俺定かじゃないねんけど、カメラ回ってなかったよな。スタッフ寝る部屋ちゃうか、それ。一旦休憩みたいな。粗品も寝ててん。お前絶対寝へんやん、そんなん。あ、あるでしょ、多分。全部のロケ終わっての、霜降りの部屋ちゃう、うん、広い部屋取ってもらって。俺らの寝るとこか、まあまあ。そう、一応布団も敷いてたけど、まあ2個やったはずですよ、布団も。コンビで一緒やったんか。多分そうそう。そこに、そうや。なんか、ウェーイとか言って。そうやな。カノさん持ったかな、A マッソさん来て、ええ。で、村上さんが、マイベストフレンドって言って、言って俺の布団の中、ブワーって入ってきて。あったな。ずーっと、うわーみたいな。襲われたー！ベロベロでな。ベロベロで。あったあった。で、カノさんもなんか、えーとか言って、村上がこれなったら止まらんよみたいな。はいはい、うわーとか言って、当時は、なんやこいつとか言ってたけど、はいはい、今考えたらあの時結婚してたやろ。何しょねあいつ。何しょねあいつ。なんちゅうやつあいつ。ほんまやな。もう何がマイベストフレンドやねん。フレンドやからええねんけど。フレンドーって。何しょねあいつ。うん。まあまあ全然じゃれ合っただけなんですけど。なんかゲロとか入ってたやろ俺らの部屋で。あいつ。あの、村上とかいうやつな。結婚してたかしらんけど。めちゃくちゃおもろいな。どれらの部屋でゲロ入ってたかな、トイレ。ベロベロやったな。ああベロベロ。そうやわ。なあ。もうあかんとか言ってな。しんどそうにしてはって。かわいそうに。ありましたね。ねえ、ほんまに。そういうライブでした。そういうライブでした。霜降り明星のオールナイトニッポン。
12日とかどう？あ、その話や。お前な、え、トークの構成終わってんねん。そう。じゃあその間の、はい、なんかその何グーが挟まりすぎて、あ、すいません、何バーガーやったかなんて。というわけで、いつも通り番組聞いての感想を送ってください。 ss@allnightnippon.com 宛先は ss@allnightnippon.com、 せいやと粗品の頭文字で ss となっております。ネタメール採用者には解決ぞろりの作者原豊先生の書き下ろし番組特製ステッカーを全員にプレゼント。コーナー以外のメール採用者にも抽選で5名様に差し上げます。ご希望の方はメールに住所、本名、電話番号を忘れなく。霜降り明星のオールナイトニッポン、この番組はミニプロ、日本外資、ワンカップ大関、AK レーシング、信用金庫、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしております。懐かしなりますな。そうやね、なんかその感じあるでしょ、なんか先入観とかある。照れくそやもん今あったら。そう、売れる前に仕事してたな、ね、ちょっと旅行行こう、また行くな。日本放送キーステーション全国36局ネットで放送中、霜降り明星のオールナイトニッポン。霜降り明星の粗品です。せいやです。メール届いてます。大阪府箕面市、ラジオネーム無知な豚キムチ。僕も半年前まで教習所に通ってましたが、キャンセル待ちのために毎朝くじ引きを引いてました。おい、僕のところは王様ゲームのように細長い棒を引いて赤い印がついてたら、予約が取れるという仕組みだったのですが、うん、入校時に少し高いプランに入っていると優先してキャンセル待ちの予約が取れるようになっていました。粗品さんもお金に余裕があると思うので金積んで予約取ればいいと思います。で一発試験の俺はだから、あ、そういうのがないと。うん、多分これは普通の一般的な教習だと思いますよ。なるほどね。僕はちょっとこの何免許一回執行した人とかが行くとこ行ってるから。なるほど、ちょっとちゃうんや。ちゃう、ほんまに無知な豚キムチやった。あら、デラックス、セインセインセインデラックス、セインセインは、はい、ダウンタウンさんの文字入りで、はい、セインセインデラックス、意味わからん。何が全く意味わからんです。意味わからんです、はい、セインセインデラックス、ほんまに無知な豚キムチ。いや俺なんかこの、あー、いいこと言うぞと思ってんけどな、豚キムチ。無知なこれちゃうねん、ほんまに無知はやめてくれ。いいね、うん、辛口やなお前。豚キムチやからね。そうやねん。ちゃうね、なんかお前が言うたみたいな。せやねん。俺もそうやってん。俺もそうやってん。豚キムチ頼むぞ、有力情報頼むぞ。東京都ラジオネームチーズ撲滅派。粗品さん、仮面予約が2ヶ月先とのことですが、はい、大学生は春休みと夏休みに集中して免許を取るので、早く取らないと夏はもっと予約取れない。やばい。自動車学校によってはキャンセル待ちがありますので、早朝にキャンセル狙いを、おすすめします。なやそれ。だからやってるっちゅうんですよ。どうだよ。それを言うとるっちゅうね。朝からキャンセル待ちでしょ。うん。それやってんの。それをやってるっちゅうて、ずっと。あのな、はい、チーズ撲滅派も撲滅や。いやー決定。え、うっす。あのな、撲滅決定。お前何がチーズ、お前もう牛乳もったいない。牛に謝れ。こんなな。いいな。粗品に有益な情報をくれみんな。豚キムチもチーズ撲滅派も、お前ら二人並んで部屋入ってハグして。うん、チーズタッカルビになっとけ。いやー、豚やからな、うん、鳥やからな、チーズタッカルビはな。で、タカはいけるでしょ。タカになんて言うの、お前。自分が仕事をしながら教習所に通ってた時は、おい、仕事終わった後に教習に行くのがしんどすぎて期限が切れて全部パーになりました。そう、おもろ、あんねん、機嫌もお金も30万払ったのに8万しか返ってきませんでした。うわ、時間も金も損するので絶対免許を取ってください。かわいそうにな。いや、これになってほしいな、お前。なんでやねん。めちゃくちゃおもろいわ。いや、もうそれしだしても終わりやで。いや、ほんまにでも気合い入れな、これなるよな。なる。だってこんなキャンセル待ちとかもう俺やったら諦めてまうな。仮面も取ってから、うん、あるからな、期限、仮面の期限が、うん、半年か1年か、どんどん忘れていくやろ。
ね、技能試験4回3回しか受けられませんって言ってた。うわうわうわ。俺も、心折れるわ、多分3回キャンセル待ちやったら。いや、でもな。うん。はっきり言うて。ああ、どうしたどうした。こんなことありえへんから。ありえへんのか。うん、俺はだって、そらな。うん。あの、何 ?8、30万払ったいやいや、うん、もう仕事終わって今日別に練習も俺は楽しいし、車の運転、うん。こいつは全然ちゃうし。もう期限切れへんようにやるに決まってるやろ。何の意味あんねん、こんなメール。え、お前のためになってないの？なってない、俺のため。お前のためになってないメール。ああ、言ってくれ。タカー前そうそうそう、タカータカくくったんかタカをくくる。これ。いや、くくったタカくくったんかいくくってないんやろうな、それで言うと。うまいこと言ってくれ。俺の爪の赤煎じて飲め、お前。お前の爪は飲まん、なんで変わるか。タカの爪やから辛いやろ。あれすごい滑った。あれホームで。おいおい。ちょ、びっくりすんの早い。びっくりすんのちょっと早ない。そんな滑り切ってもなかったよ。いや、ラジオのもう2秒は、テレビの10秒やから。誰が言ってんねん。おい。正門太が言うな。ええあ、ごめんごめん。うん、あ、いいね。セインデラックス。それなんなんその、あったデラックスにそういうコーナー。ないで。セインセインヤラックス。いや、わからんもん。何かわからん。セインセインラックス？ヤラックス。セインヤラックス。いや、何言ってんのか全くわからん。ちょ、有益な情報くれ。いや、ほんま頼むわ、みんな。こんなもんちゃうやろ、霜降り明星のリスナー。なあ。ラジオネーム、エレクサンダー・アレクサ。結婚の祝い飯は、一覧、免許終わった。おい、アレクサ流れ見ろや免許終わった。アレクサお、言えそう。アレクサお、二度と喋りかけてこないでいや、もともと喋りかけてこんやろ、アレクサは。アレクサこっちから喋りかけるもんやろ。何しとんねん。結婚のってない、ね、結婚のお祝い飯は一覧がいいと思います。はぁ ?24 時間営業で、ラジオ終わりも行けますし、ご家族と美味しいラーメンを食べながら話も弾むと思います。いいね。どこがやねん、お前。喋らんで済むしな。喋らなあかんやろ、結婚の祝い飯なんか、お前。なんで深夜3時台に一覧行くねん。一覧で食券交わしてね。食券の店行かんねん、祝いで。奥さん、俺が先お金入れるわ。祝いなんで。違う。食券。出してくれよ、会計。そう。なんかご馳走したいと思ってたんで、一覧ちょうどいいかもしれんね。ホストか、俺ら。うん、3時に。仕事終わりで一覧行って。行かん。うん。飲もうぜ、一覧で。いやいや、一覧で飲む。ホストは生ビール置いてるけど、うまいな、一覧。福岡県イーグル。せいやさん、粗品さんの食事より優先すべき用事をお忘れですよね。あれなんかあったっけな。ダンテ・カーバーさんとはいつになったら映画見に行くんですか？言ってたけど。いくらダンテ・カーバーさんが忙しいと言え放置しすぎです。やかましい。言ってたな。よう覚えてんな。行くな。ダンテとあの、しゃぶしゃぶ食いに行きましたからね、俺はついに。珍しいね。うん、他にも人いたんでしたっけ？イマルさん。なんでやねん。どんな三人やねん。何の、何、ま、マルチョとダンテ・カーバーさん。あるなしこいっすやん。うん、激ムズの。共通点ダンテ・カーバーと、イマルとセイヤの共通は何？むずいな。ああ、ダンテ・カーバーさん、あれ以来会ってないね。会わんでいい？うん。足早いだけ。いやいや、そんなことない。映画めっちゃ詳しいんだけど。あ、そうか。あ、行きたいね。イマルさんともね、マルチョともずっと行こう言うて。最近行けてない。LINE はやりとりしてるけどね。うん。うん。青山テルマさんは？あー、テルマちゃんはそんなに、まあ、LINE なりとたまにするぐらいかな。それこそ、愛さんの、あの、ライブ、うん、行ったわ。この前、ゲストで。はい。何歌ったんでしたっけ？うん、やっぱ初めてやったな。あの、アンコールで出てくるっていう。すごい緊張したけど。音楽のライブの。音楽のライブで。すごい。盛り上がった。盛り上がりまくり。やっぱ、いいね、音楽もええなと思ったな、来年あたり。音楽。熱狂がな。そう。ええよな。このサーヤとかバンドやったり、まあ、粗品さんも音楽やったりとか。はいはい。わかるね。この音楽。はいはいはい。もうやっぱ素晴らしいな。お笑いもいいけど。やっぱ素晴らしい。もうな、エンターテイメントや。ちゃうねん。もうお客さんの、もう見てる顔とかがね。もう、俺、まあ、アルデバラン歌わしてもらって、はいはい、最後、もう一回出てきて、うん、ハピネスをね、みんなで、愛さんのチームで、うん、後ろもバックダンサーとか、うん、もうお客さん一体感でみんな手振んねんけど、はいはい、もう泣いてはんねん、マジで。
ええな。もう相当この楽しみにしてたし、でもそうやなと思って、俺も、もしこの、まあ、愛さんもそうやけど、自分の好きな、まあ、サザンの、うん、ね、ライブとか行ったら、まあ、泣くやろなと思って。生で聞いたら。うん。まあ、お笑いって、まあ、うわーってなるけど、まあ、まあ、そこはまあないや、泣くとな。感動。はないけど。音楽はやっぱ泣いてまうな。滑らんしな、音楽。嫌な空気ならんやろ、一回もライブで。ならんね。お笑い結構な、シーンみたいな。もうそれ、なあ。だから二分の一やからな、お笑いって。受けるか滑るかもう。戦いやもんな、毎回。あいつ滑ってるとか言うけど、二分の一やからな、ずっと。しゃあないよな。50% やから。音楽のライブは確かに盛り上がった。あの、メイクした、いや、アイさんの。もちろん、もちろん、そらするやろ。その、なんで、散々モノマネして、YouTube とかでコラボ上げて、うん、どうもーってプレーン、せいやは残念すぎるだろ。せいで行ったんや。そう、せいで行きました、ね。いいね。いや、音楽ありやな。なんかバンドやりたいとか思ったわ。バンド。ちょっと粗品さんとか、うん、バンド的な何あの、はいはいはい、スタジオとか好きやんか。好きね。なんか楽器本気でやりたいなとかちょっと思ったな。せやさんなんかギター、エレキギターやってるみたいな。エレキ、うん、ちょっとだけね。あの、ずっとデジモンのバタフライ練習してましたね。あ、デジモンのバタフライな。そう、最近はあんまりできてないけど。デジモンのバタフライか、練習してんねや。そうです、結構むずいの、コードが。ペン、ペペペペン、ペン、ペペン、みたいな気持ちいい。あ、ええな。チューニング普通でやってますか？お、わからんのよ、そのチューニング普通じゃないのが。なんかあんの？なんかバタフライは半音下げチューニングとかでやったような。あ、そうなんや。俺昔。あれ、やっぱ弾きたなるよな。弾きたなる。ペン、テニニニ、ペン、ペンがめっちゃかっこいい。ホテイか。再現。ペン、ペペペペン、ペン、ペン。ホテイみたいに。なんでギターの音色がめっちゃええねん。ディー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 あれもエレキで弾けんの？あれもエレキで。ディー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 。いや、ホテイやん。じゃあ俺が言ってんのバタフライ。あの、ソリマチです。あ、すんまそん。すんまそん。すんまそん。俺も言いながら間違えた。あれ、ソリマチやと思って。あ、すんまそん。ディー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 時に、パッとせやさんの指、うん、なんやねんお前って言って、なんか。当て見投げでな。当て見投げやっけ。なんかお前、豆どうしたんみたいなやつら。どうしたんって言って、びっくりした。ほんなギター練習してんねんって。エレキだこな。エレキだこええな、うん。いや、バンドとかありやな、なんか趣味で。メンバーとか。楽しいやろな、思って。集めてな、せやさん。せやギターで、うん。ギターボーカルみたいな。ええやん。うん。まあ、だから、ハラミちゃんとかね。ピアノ。ああ、ええやん。ハラミちゃん。お前のこと好きって言ってたしな。って言ってくれたしね。ハラミちゃん。オールスター感謝戦でも写真撮ってください、みたいな。ええー、可愛らしい子やねん。ハラミちゃん美人やもん。でも想定の 1.5 倍でかいけどな。ハラミちゃん。ハラミちゃんは、スレンダーや。ハラミちゃんとはじめ社長、えぐいぐらいでかいから。はじめ社長もでかい、ね。な、思ってるよ。でかーってなるから。こんなでかいの？おう。まあ、いつも座ってるからな、二人。そうそうそう、びっくりするぐらいでかい。ハラミちゃん、ええー、な。ハラミちゃんと飯行けよ、お前。ああ、焼肉好きやからな。ほんまにハラミ好きらしいしな。ええやん。お前の店はちょっと行かねへんわ。ハラミないから。あるわ！どんな店やねん。あったっけ？ハラミあるわ、お前。誰がハラミないねん。あれ、俺お前んちのハラミ食うたことないかも。ボケ。ハラミは、まあまあうまいぞ。焦ったっけ？ハラミ。じゃあ食べたわ。YouTube でも食べたわ。ハラミあります。ハラミちゃん。ハラミちゃんはピアノ置いて。ええやん。いいかもしれんな。うん。それありかも。ドラムがケツで、ベースがラブおじさんで。あ、終わり。はいはいはい、ベースラブおじで。あ、終わり。リードギター、トミカ。あ、終わり元キンキングが。あ、終わり。ハラミちゃん、やめさします、俺が。なんで？もう、打ち合わせしてられん。もう、おじさん、ケツ、トミカを集めて、ハラミちゃん来て。あいつらが、うーって言って、ハラミちゃん。うー、有名やんじゃん。いや、違う。その、芸人じゃない方がいいかもね。そのなんか、違うモードでやりたいね。わかる？その、うん。なんか、粗品さんもあるでしょ？その、音楽の時は。はいはいはい。なんか、その、芸人たちとやるのはもうちゃうみたいな。ちゃうな、それは。そういう感じでやりたいの、俺もな。その、あ、なるほどな。わからんけど、まあまあ、その、ちょっと縁あった、緑者家のね、うん。はい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 。二人とか。はいはいはい。なんか、とやるとか。あ、まあ。俺はでけへんから。この一緒に。はいはいはい。やってもらうとかちゃう？そのラブ王子とか、ケツとか、一気にこの、
いやでも一回集まってもいかんかも。まあハラミちゃん、はい、緑茶家はまあ音楽のプロじゃないですか、うんうん、芸人とまでは言わんけどやっぱ、うん、多業種で揃えた方がかっこいいんちゃうか。あーなるほどね。だからベースダンテカーバー、ダンテカーバーめちゃくちゃ弾ける可能性もあるな。でドラムが、うん、何お前が連絡先交換したフランス人あの時短みたいな人、あ銀座で会った人、銀座で会った人、俺にあの先輩の目気にしすぎてダメ出してきた人な。そうそう、うん、でお前がギターボーカル、ええ、でリードギターがまあそうやな、今んとこやばいよ、今んとこ片言やからね全員。でもお前セロでやん、リードギター、リードギターセロ、お前ギターどっかやられるやろ消される、消されるやろギター。そんなマイナスなマジックせんやろ、あれか来たりへんなってなって、ギターそれでやん、あ外国語バンドでいける、え、あ、その、あれ、モンキーマジック的な、その、あ、そうそう。英語の歌歌うの、はい、All around the way, みたいな。そうそう。いや、でも俺が一番下手やから、英語きついわ、ボーカル。いや、ええー、な、でも。なんか、そんなもん思った、まあ、フラット、フワットですけど、その、なんか、音楽すげえなと思ったよ、この、パワーが、みんながね、ほんまに、ほんまにハッピーになってんのよ、この世の中で。なんか歌で元気もらってんねやろなっていう愛さんの。ええー、な。おお、俺。おお、俺。音楽だけのライブやりたいなと思ったもんな。ああ、ええやん。うん。やっぱ音楽すげえ。生まれ変わったらアーティストやな。歌手。歌手やっぱすげえな。セシュ。そうやな、セシュ。どういう意味そう、お前ずっとセイヤの文字で下手やで。いや、俺今年はこれでいい。セシュ。ダウンタウンさんのやつ何、何セイン、セイン、セイン、セインって言ってた最初は。あ、そうや、セイン、セイン、セイン、ヤラックス。セイン、ヤラックスとか。何言ってんのか分からへんのよ。いや、こういうのピタッとハマったらなんかめっちゃウケるやん。ウケるよ。その、いや、もう、あれやん、みたいな。まあ、どういぎこちゃう大体な。そうなんや。大体ね。うん。セイン、セイン。とか、下の文字取るとかね。セイヤ文字でやってる、うん、セシュなんていうな。え、なんて生まれ変わったらセシュなんねん。セシュってなんやねん。迫れ変わったらセシュなんねんな。迫れ変わるってなんやねん。それお前、狭いとこで死んだんか、俺。迫れ変わるぞ、あいつ。お前、迫れ変わってな。な、迫れ変わるって。セシュならなかんな。いや、あんま、ジャンルやらんねん。その、わからんけど、その、何あの、セイヤ、まあ、スーパーセイヤ人とかね。そういうことでしょ、そのああ、そういうことやな。そうそうそう。なんかお前スーパーセイヤ人になるんちゃうかとか、そういうので欲しいね。一週間ぶりのセジオやから、ちょっと。セジオ気合入ってもうた。何やセジオって。すまん。セイヤがやってるラジオ、セジオ。やっぱセジオやから。何やセジオって気持ち悪い。気合入ってもうた。キモい地元の連れやろ、セジオ。いやあいつ知ってるか、セジオ。お前なんかまた万引きしたらしいんだよ。なんか嫌な名前。すまんすまん、セジオ。セズ飲んでもらって、飲んで。セズ？セズ飲んでもらって。水みたいに。セズ？セズ飲んで。もうセイヤ文字で行くから、今日。いや、いやいやいや、その、水をセズって、もう全く、わからん。2文字とかもようわからんねん。セジ11分やからな、もう。いえ、2時や。セジ11分。なんやねん、セジ11分って。ちょっとセイヤ文字で行くわ、今年はな。いや、意味わからんで。俺も意味わかってないのに、それ。きついで。汗かきし、かきまくって脱水症状なんちゃう俺。テレビやったら。節水上昇。なんでな節水上昇。節水上昇。節水上、脱水症状だ。はい。いや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 。ちょ、わからんけど、脱水症状とかじゃまだ。まだな。ああ言い残しで。なるほどな。節水、何節水。節水上昇。節水上昇、症状やろ、ほんで。節水も水使ってないからなんかわからんし。せんでもうて。何噛んでもうて。もうええねん、何せんでもうて。すいません。うん、じゃあコーナー参りましょう。霜降り交友録。霜降り明星が様々な芸能人、有名人と絡んでいる様子を想像して送ってもらっています。八王子ラジオネーム、ルマント。5月20日、イラン報告をしてくる武田鉄矢さん。さっきの朝礼で、あの、最後まで拍手したの、あの、俺。しょうもないな。あ、久しぶりやん。うん。しょうもない武田鉄矢。武田さんね。まあ、朝礼とか好きやから。奈良県パトス出ます。5月12日、なかなかエヴァに乗らないシンジ君に、痺れを切らす横山康師匠。おう。悪いつまでぐだぐだ言うとんじゃ、ほんだら、ボケかす。あやなみんとこ行かんかい、ボケしまうぞ。言いすぎや。
いや、相当負担かかるから、体に。乗り物好きやからね、寿司長。それで言ってんの。吹かせっていうか、ね。吹かせそれで言ってんの。葛飾区ラジオネームポストカードクラトスマン、うん。5月9日、ワイプでみんなが喋ってないタイミングで、放送に残ることをそっと言う藤田ニコルさん。おう。あー、はいはいはい。確かにそうだ。子供連れにもいいかも。いやー。喋り方いいね。言うねー。子供連れにもいいかも。ニコルン可愛いねんな。まあ、愛嬌あるな。うん。この、テレビ出てる意味がわかるというかね。みちょぱとかニコルンは。確かに。あー、助かるわ、それみたいなことを言うんですよ。素晴らしい、ね。そう、素晴らしい。これ2ポイント。兵庫県西宮市ラジオネーム昼バレーの時計台。5月12日、ヤンキーにパシられそうになるも、なんとか切り抜ける花子岡部。うん。焼きそばパンすか。いや、ちょっとめんどくさいっすね。いや行った。いや、行ったないいぞ。おぉ、うん。この勇気大事やからな。大事やな。この一回やっぱ、そうやね。行ってまうとな。そうやねんな。勇気出した。大阪府たかつき市ラジオネーム、出前マン。出前マン ?5 月16日、仲間の魔法使いに少し文句を言う、まゆりか坂本、うん。ちょっとごめん。攻撃呪文、攻撃呪文もええねんけど、そろそろ回復呪文もかけてほしいかも。あいや、ちょ、言い方ないやね。坂本が言いそうですね。お前のな、ルミネで、めっちゃ喋って盛り上がってた時のな、終電あるから。うん。まあまあ、ええねんけど、そろそろ乗りたいかも。あおろ神奈川県武見。5月13日、ジェンガをする誰逃れ、明美。ねえ、そこ取ったら明の取る場所なくなんだけど。あれ、明やっけ。明って言ってた。わからんな。でも、想像できるな。ねえって言うもんな。ねえって言う。指さしながらな。言う。ねえ。なんか、喋ったこととか拡散されるからな。ねえ、こんなこと言われたんだけど。ねえ。はずいはずい。誰ちゃんもおもろいからな。誰ちゃんもおもろい。写真会いたいな。いいね、2ポイント。女性タレントシリーズは斬新で面白い。岡山市タラチネのママ。5月15日、ミキで牛タンを食べる松重豊さん。おい来てくれた?ほう。これが粗品くん一押しの牛タンか。嬉しい。どれどれ?うん。どうかな?うまい。嬉しい。分厚さもしっかりしていて、噛み応えもある。うん。レモンを提供せず、素材本来の味を楽しんでもらうこだわりも最高だ。ただ一つ。テーブルのネズミだけが気になるな。やかましいわ、おい。おい。誰がやねん、お前。床やろ、普通、ネズミは。決まったね。誰がテーブルにネズミおんねん。まあまあ、ゴール。それも愛せよ、それ。マスコットのペットとして。何やろ。いや、ちょっと。孤独のグルメでね、来てもらった時ぐらい、ちょっと綺麗にできへんか。もうカットせ。その会話。取り直しや。いや、ダメです。やっぱ、お腹もあるんで、松重さん。そんな、いっぱい食べれないんで。すいません。けど、使わせてもらいます。食えよ。いいと思う。ゴロね。いやー、これ面白い。3ポイント。バイマンバイ。バイマンバイ。バイマンバイ。松重さんの。じゃんけん。岡山市タラチネのママ。1582年6月20日。あ、信長の。織田信長に歴史を動かす。一言をかける島崎和歌子さん。おう。あんた明日本能寺に行くのやめたら?いらんことすな。いらんことすな。歴史変わる。歴史変えんな。和歌子さんやめて。これだけしたらあかんねん、タイムトラベルしたら。それあかんねんな。それだけ。タイムパトロール来るよ。そうそう、それだけしたらあかんのよ。それだけやめてよって。うん。織田信長に。うん、まあでもな、悪気ないんやと思うけどな、和歌子さんも。まあ優しいからな、和歌子さん。そうやな。あんた行くのやめたら、その、あんた明日殺されるよとかは言わんねんな。その、ちょっとやんわりグレーなとこで。あんた本能寺行くのやめたなーっていうぐらいのね。まあ、政府かな。面白い。2ポイント。神奈川県武見。5月13日、銭湯にいる子供にびっくりした顔で見られた、極楽とんぼ加藤浩二さん。加藤さん。なんだお前
大人のチンチン見るの初めてか。ああ、言いそうやな。言いそうやな。これ。言いそう。なんやろな、これ。ほら見ろ。言いそうやな。言いそう、言いそう。ほら見ろ。いいね。いいね、この新しい切り口。新しいな。愛知県桃にはいつも酒袋。家に帰ったら泥棒と鉢合わせしてしまい、何も盗んでないから逃してくれと言われた和牛水田さん。ほう。え？この明かりは何じゃ？君、電気代盗んでる。ああ！いいですね。めちゃくちゃ水田さんやん。言いそう。めっちゃ水田さんやん。いや、泥棒相手によ。怖いね。怖いね。初対面やで。まあでもなんとかし殺しめだな。この明かりは何？いや、もうほんまにすいません。盗んでないで、もう見逃してください、すいませんみたいな。ヘボい泥棒やったのな。け。いやいや、ちょっと待って。これ何じゃ？電気代盗んでるやん。払って。おもろ。はい、今も今も。うん。この喋ってる時もこの電気ついてるわけやからね。消して、まず消して。言いそうやな。言いそうやな。これ面白いね。いや、これちょっと、4ポイント差し上げます。おもろいね。面白い。ラジオネーム、半月板フォーメーション。5月20日、中田カウス師匠がザ・ハイローズの青春を歌ってました。頼むで、頼むで。調子悪いから。最近どこも来んないから。渡り廊下で、今年なる。いやいや、いいね。身に降る日の子。いいね。払っただけだ。漫才の時に、ボコボコになる。6対1じゃ、袋叩きだ。鼻血出ちゃったし、あっちこち痛い。口の中も切れた。めっちゃいいよ。リバウンドを取りに行く今年が、高く飛んでる時気にいい、いい、漫才。最高だよね。ボケ。一発目めっちゃおもろかったのに、久しぶりに。もう嫌やわ、俺、これ。こんだけ長尺でやって。いい、いい、漫才、最悪や、うん。漫才ですね。まあ、うん、ざ、いいとかじゃなくて。そうですね。飛んでる時に、で、ちょっと、間が空いてるんで、スペースが。まあ、わからん。ちょっと、むずいけど、これ。やば、うん。ちょっとね。いやー、なんかおもんないな。コント師も2回出てきたし。リバウンド取りに行くコント師。そう、コント師を大事にせよ。その、もともとおもろかったからな。ここでコント師、出てくるんやっていうやつやからな。最初だけおもろかったけど。うん、いや、そうよ。ちょっと頼むわ。うん、葛飾区ラジオネーム、ポストカードクラウトスマン。5月19日、風俗で女の子の希望を言うオズワルド・畑中。大丈夫か、おい。僕と、ウリ二つな人いますか？うわぁ。さぁ最高やなマジか。怖い怖い。怖い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 。怖い。畑中ほんまにそういうやつやからな。違うやろ、さすがに。ウリ二つな、コート怖い、ね。エッチなことしたい風俗で。したいやろな、畑中。いやー、きついな、これ。まあ、もう、行き過ぎた最後のエロなんかもな、自分に似てる人とやりたいっていう。最後のエロか。うん。ちょっと、自分やっていう。へぇ。すごいね、これは。怖いですね。2ポイント。神戸市チーズケーキ夫人。5月18日、悩み相談に来た粗品にアドバイスをする、小木ママこと小木先生。ああ、小木ママ。あのね、うん、ギャンブルする方っていうのはね、これとっても言いづらいんだけど、うん、洗濯機の浴槽が普通の人より10倍も汚いっていう結果が出てるのよ。これひどいでしょう。何やね。何やね。何がですか。何がですかや。おぎままにお前説教されろお前。リアルな何がですか。これひどいでしょう。ってあのおぎままの可愛い感じね。可愛い感じな。おぎまま可愛いからな。バラエティの時のやつやな。ほんまにおぎまま可愛い。おぎまま入れようかなバンド。なんで。可愛いから。楽器できるあの人。ボーカル。ボーカルおぎまま。ホワイトボードさしとけ。話題はすごいやろな、話題性は。まあな。なんかの CM でありそうやけどね。ワンポイント。ありそうありそう。生まれ変わった。ラスト。大阪府ラジオネーム、そら失礼。5月15日、女の子から告白されて、なるべく傷つけないようにことある、8.6 秒バズーカ、浜やね。おぉ。まずは、ご礼来。
違うよ。まずはありがとうみたいに言うな。まずはありがとうやろ。まずはゴレライ。まずはゴレライ。いやいやいや、いや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 、意味わからんから。まずはありがとうゴレライとかじゃなくて、省きすぎやろ。まずはゴレライ。いや、何がゴレライやねん。切れてまう。めちゃくちゃおもろい。冷めるわ。めちゃくちゃおもろいわ。まずはゴレライ。いや、面白いなぁ。何それ。ちょ、浜やねん、モテたんやろな。まあなんか、でも、付き合われへんから。しれっとな。傷つかんように。うん、結構長めに聞いて、そうか。まずはゴレライ。いやいやいや、あかんが。え？その、振る前にな。いや、あかんかんかん。まずありがとう。ごめんって言う前に、まずはこれらです。大体わかるけど、確かに、はい。ありがとうって言ってんねやろ。いや、面白いね。これ3ポイントで。ね、というわけで、ss@allnightnippon.com。宛先は ss@allnightnippon.com です。このコーナーメールは、そして、せいやが選んでいます。メールの件名、こういう録でお願いします。いや、面白いね。ちょっと、カルス師匠の歌かな。それだけな。だんだん。順番も上がってきてるの気になるねん。いや、ちょっと浜やねんの活躍はね。霜降り明星のオールナイトニッポン。霜降り明星のそちらです。せいやです。さあ、続きましてこちらのコーナーです。おい。ピリオドチャンピオン。はい、TBS オールスター感謝祭で他の追随を許さない計9回のピリオドチャンピオンを獲得します。私は、何やその言い方、いろんな場合のチャンピオンはペシコナンです。気持ち入れろよ。今日5月20日は詩人相田光雄さんが生まれた日です。名作、ピリちゃんだものは今も多くの人に言ってないわ。人間や。人間？ね、ピリちゃんだもの。あ、ピリちゃん人間か。ね、ピリちゃん人間って。あ、そっちは人間だものか。人間だもん。東京都ラジオネーム、ミネム。ミネム。お前サッカーやってただろチャンピオンはこちら。小雨では傘ささないさんです。おめでとうございます。わかるわ。あ、やっぱそう。わかる。いいねわかるわ。お前あんまささないよな。雨でやるからな試合。やんな、風邪ひくから。うん、サッカー部は確かにあの傘使わんね。大阪府ラジオネーム空失礼。子供の頃は何でもできたのに大人になってからは特に何もできないチャンピオンはこちら。20分休憩さん、おめでとうございます。あ、まあ、いいね。いいね。いいとこつくな。子供の時の20分休憩何でもできたからな。でも授業と授業の間そんぐらいだっけ。15分とか10分とかか。忘れ、まあ10分休憩が普通で平場の休憩で、ほんでまあご褒美で25分休憩みたいなあったかもな。大人だったら携帯触るだけやで。そうや、メッシ入れて20分やったっけ。飯食った後に20分休憩か。飯食うの入れて45分とかちゃうかった？給食入れて。ね、なんとじゃあ給食早終わったら遊べんのか。みたいなやったと思う。うちんとこは。なるほどね。広島県広島市ラジオネームアルベルト。子供のヒーローチャンピオンはこちら。メダル預けのめんどくさくて、子供に全メダル渡して帰る人さんです。おめでとうございます。あるな。たまにおったな。おるね。めっちゃ嬉しいからな。ヒーローなるな。ヒーローなる。兵庫県ラジオネームストーリーテラー丸山。人のこと裸にさせといて、お前だけシャツのボタンしっかり上まで止めて、蝶ネクタイまでつけてんな、チャンピオンはこちら。ボクシングの審判さん、おめでとうございます。いやいやいや、やろ、別に。そういうことちゃうもん。確かにな。違う違う、別に、その、裸な意味わからんやろ。いやいや、ちゃんとしてる方がええやん、ベフェリーが。お前だけなんやねん。いや、ええやろ、別に。神奈川県横浜市ラジオネーム、電光石火の前頭前夜。うん、お前、172センチもあんの？チャンピオンはこちら。え？片桐ハイリさんです。おめでとうございます。嘘やん。らしいで。でかー。でかいね。あ、でもでかい。顔がでかいイメージあるけどな。身長もでかいんですって。身長も高い。だから、身長高いからこそのあの、迫力なんや、はい。お前っていうのがいいですね。お前って言うな。お前、172もあんの。いや、お前って言うな。これ2ポイント差し上げます。岐阜県岐阜市ラジオネームブリー・バンデカンプ。
セイヤと粗品で受け取る意味が変わりそうな言葉チャンピオンはこちら。ソースどこさん、おめでとうございます。おー、うまいね。うまいね。ほんまやな。この情報ソースと。そう。とんかつのソース。いや、状況によるやろ。俺もさすがにお前。いやいやいや。情報ソースのっぽいことを言ってる現場で、おい、醤油ソースみたいな言わんわ、俺も。お前は言うで。舐めすぎやろ、俺のこと。ソースその、須田まさきのオールナイトニッポン終わるらしいで、うん、ソースどこって言った時お前、とんかつソース。言うかえ、それソースどこソースあれなんかかけんのとか言うか言いそうやな。いや、さすがにアホすぎる。セースどこ言うてな。ええわ、それ生まない。生まない。ラジオネーム、一途な陶芸家。聖夜がやったことないチャンピオンはこちら。なめんなよ。洗濯ネットに入れてシャツ洗うさんです。おめでとうございます。どうぞ。これはね、ほんまにないよ。ああ、やっぱない。うん、これはもう、恥もね、もうこれは言うけど、そのまま。ない。ない。ないね。洗濯うまくなりたいね。ネットに入れな。伸びるらしいね。あ、そうなんや。うん、やったことないね。神戸市ラジオネーム、ベベベベ。せいやさんをパワープロで作った時の能力チャンピオンはこちら。4、AGA、AGA、チンポ丸さん、おめでとうございます。おい、誰がやるえ、チンポ丸。チンポ丸。チンポ丸。いやいやいや。いいですね。その、広角打法とかのやつでしょはい、特殊能力、ね。特殊能力。チャンス丸。チャンス丸とか、満塁とか。はい。じゃ、いらん。チンポ丸。なんだ、チンポ丸って。はい。チンポ丸やん、もう。チンポ丸ではないよ。侍ではないよ。ね、チンポ丸。AGA、AGA ね、ほんで。いらんねん、その、若い、治療、ハゲの。一括四角なじね、ポストカードクラフトスマン。よく喋るな、チャンピオンはこちら。老舗すき焼き屋さんのおかみさんです。おめでとうございます。ああ、喋られたんかな。喋られたんかな、こいつが。ああ。まあ、好き。まあ、この、説明とかね。一回実は焼くんですよね。そうやな。ありそう。うん。ラジオネーム、あやたか。なんで泣いてんのチャンピオンはこちら。カラオケバトル番組に出てる女性コメンテーターさんです。おめでとうございます。泣くやろ。なんで泣いてんのお前。それぐらいのレベルでやってはんねん。人が人の歌歌って。水さすな、それ。何や人が人の。いやいやいや。人が人の歌歌って。何が泣けんねん。それがカラオケバトルやないか、お前。何がおもろいんだ、それ。分かってない。自分の歌歌え。分かってない、こいつ。人の歌歌うのが難しいねんから、自分の歌はまあ、そう、簡単やん、それは。あ、すいません。それがおもろいねんから、お前。見るな、カラオケバトルも。神奈川県なで型白熊。最高月収の発表チャンピオンはこちら。いろいろ重なってさん、おめでとうございます。わあ、そうやね。前置きね。ね。いろいろ重なってって言うね。今月結構そういう感じやったもんな。今月はいろいろ重なっておーえーっていうね。よかった、ね、一枚目がよかったもんな。一枚目の一発目でしょ。よかったね。よかったね。ラスト、神戸市ラジオネームチーズケーキ夫人。展開早ーチャンピオンはこちら。不動産屋が車出してくれる時さんです。おめでとうございます。あ、ちょっと出しますんで。あ、出しますよ。すぐ乗っていくね。そんなスピードで？おめでとうございます、うん。このコーナーのメールは粗品が選んでいます。宛先は ss@allnightnippon.com。ss@allnightnippon.com です。メールの件名、チャンピオンでお願いします。オールナイトニッポン、オールナイトニッポン、霜降り明星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 のオールナイトニッポン。さあ続きまして、こちらのコーナーです。スプラッシュ。絶頂に達した人がスプラッシュしながらどんなワードを発するのか、これを想像して送ってもらっています。宮城県仙台市ラジオネームメダカの学校、うん、永瀬智也さんのスプラッシュ。時を。犬の写真を見ておとなしい犬ですねと発言。写真やからな。写真やからな。
面白いな、これ。そういうところあんの。面白いエピソード。永瀬さんって。犬の写真見て、おとなしい犬ですね。写真やからな。そう突っ込みされたよな。面白いな。かわいいね。面白いね。ええ、スプラッシュやろ。スプラッシュですか。これですか、永瀬さんといえば。じゃ、全長を出した時、わからないけど、時よーとかじゃないの。いや、これですね。空船とか。これです。こういうことなんや。はい。葛飾区ラジオネーム、ポストカードクラトスマン。うん、青木隆二のスプラッシュ。モノマネの方ですか。そうそう、あの、美空ひばりの。はいはいはい。誰がスプラッシュ送ってきたんだ。おい、何が青木隆二やねん。去年11月、ラスベガスで開催されたポーカーの世界大会で6550人中660位になり、2万ドルをもらったこの記録は日本人初！すごいやん。マジ？2万ドル？ 2 万ドルっていくらっすか、これ。200万円以上ですね。早いな、計算。はい。すげえな。日本人初やって。ポーカーうまいんや。青木隆二さん？世界大会ですって。世界の横沢よりすごいってこと？お、言い張るんですか？ポーカー。なんかプロポーカープレイヤーみたいな。日本人初って書いてるよ。すごいやん、じゃあ。うん。青木隆二さん。青木隆二さん？うん。すごいね。ポーカーしてます。なんで？誰の送ってきとんねん、こいつ。神奈川県武見。はい。武田鉄矢さんのスプラッシュ。おー！いやー、一個や。はぁ、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 行く行く行く、ユーミンにラジオで、武田鉄矢とゴキブリなら、ゴキブリの方がマシと言われた。何したの？めちゃくちゃ。何をしたの？何しでかしたの？武田鉄矢。もう生理的に無理どころの話じゃないな。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。ユーミンめちゃくちゃ。ユーミンもおもろいからな。おもろい。まあまあ、ノリで言ったやろうけどな。あんたとゴキブリなら、ゴキブリの方がマシだよって言ったよな。すごい言葉やな。ユーミンさんが。アメリカ人やん。ツッコミ聞きたいな、武田鉄矢の。聞きたいな。なんて言ったやろな。これ、ほんと、面白い。なつかーとか言うんかな。ああ。おもろい。2ポイント。大阪府富田林市ラジオネームコサックダンスの神、うん、高木ブーさんのスプラッシュ。雷様、ホノルルマラソンに出場し、列の後ろの方からスタートしたが、スタート地点に達するまでにリタイアした。おもろいボケ。そんなめっちゃ漫才やん。めっちゃおもろいやん。もうドリフのコントでありそうなね。めっちゃおもろい。バーンと終わりそうな。めちゃくちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。なんだそれ。もう、あれ結構並んでるけどな、スタートのライン。そこまでの距離がもう長かったよな、高木さんからしたら。めっちゃおもろいやん。どこで来たでしょうね。面白いね。広島県広島市ラジオネーム、マンニステルローイ。マンニステルローイ。チンパンジーのスプラッシュ。おう。チンパンジーから怪人パンチは怪文。そうなん？チンパンジーから怪人パンチ、チンポー。ほんまや。なーですか、それは。スプラッシュちゃうやん。スプラッシュです。チンパンジーが行くとき言わん、ウキーとかやろ。何やねん。バナナーとか。バナナーとかや。何やねん、これ。これです。ラスト。山口県ラジオネーム、フグ増水。マス太一アナのスプラッシュ。出た！ニュースター。ああ。基準のニュースター。アサリが好きすぎてすべての公式 SNS の ID にアサリを入れてる変やな。面白いね。アサリって入れてんねん。ローマ字で。アサリって入れてる。アホやん。かわいいとこあるね、マッサン。マッサンはね、もう面白いね。面白い、そうそう。ちょっと一緒の番組やってるけど、エピソードもな。おもろい。面白いしね。いい人やしな。面白かったです。
ss@allnightnippon.com ss@allnightnippon.com。 このコーナーメールはせいやが選んでます。メールの件名はスプラッシュでお願いします。ニュースターが続々来てるなあ。あの怪我の魔人だけつまみ出しとけよお前。怪文のお前。怪文演歌。うん、怪我の魔人。怪我の魔さん。リスナーだけつまみ出しとけ。怪我の魔さんファンだ。オールナイトニッポンをお聞きの皆さん、こんばんは。蛙亭の中野です。岩倉です。オールナイトニッポンではこの時間に企業とコラボ企画を実施するコラボレートニッポンを放送中。今月は僕たち蛙亭が担当しています。コラボパートナーはミニプロ。ミニプロは身につくプログラミングのことで、プログラミングに必要なスキルを学習できるサービスです。そのミニプロからの依頼は、プログラマー適性検査のサービスをいろんな人に知ってほしいということで、それを受けて今月お送りしているのがこちら、即興適性検査。ミニプロのプログラマー適性検査のように、様々な適性検査を募集し、蛙亭に何の適性があるかを見つけていこうというコーナーです。日常にあふれる適性検査の問題と、プログラマー適性検査における最高ランクコースターの答えを送ってもらっております。それでは早速メール紹介していきましょう。はい、ラジオネームスプラッシュマウントさん。はい。タクシーの適性検査。はい。タクシーで運転手さんが芸能人の家の場所を教えてくれました、うんうん、どうしますか。ああ、まあありますよね、うん、僕らも経験ありますね。あるね、一緒に乗ってた時、うん、ここ誰誰みたいな言われた時に、あ、そうなんですか、意外とこじんまりしてますねみたいな感想を述べる、うん、はあ、うん、こじんまりしてますねって。いや、例えばね。大きいですね。例えばねって、うん。その名前の割にはこじんまりしてますね。そうなんですか、乗せたことあるんですかみたいな。手掘り下げ。掘り下げる。掘り下げ、掘り下げ。あー、違います。結構ね、うん、私よりかもしれん、これ。岩倉が言いそうなこと、うん、言われて、うん、あ、そうなんですか。それを私に伝えて何の意味があるんですか。なんかメリットあります？そっから、いけいけ。なんかメリットあります？それ、個人情報ですよ。それ言わない方がいいですよ。うんうんうん。刺す、その言葉で。おう、やめた方がいいですよ、うん、そういうの言わない方が。うん、あ、私が、あなただったら、私、それ私がそう言われた人だってすごく嫌です。やめた方がいいんじゃないですか。引きずり下ろす。運転席から引きずり下ろす。ね、正解は、じゃあ運転手さん、あなたの住所は何ですか。あ、建物名まで言ってください。だってあなたは他人の住所を他人に教えていたんですから、自分のくらい言わないと不公平ですよね。言えないんですか。じゃあもう二度とそんな真似しないでください。ここでおります、お釣り結構です。いや、だなというでした。まあまあ言いはしないですけどね。言いはしない、言いはしないですけど、確かにね、なんかまあ思ってそうというかね。なるほど、コースターということで、今日のメールは以上でございます。この企画の詳しい情報はオールナイトニッポンのホームページをご覧ください。なお、ミニプロのプログラマー適性検査は誰でも簡単に受けることができます。ぜひ挑戦してみてください。それではまた来週、カエル亭でした。霜降り明星のオールナイトニッポン。一行星の作品でできそうな前後の内容が気になる一行送ってもらっています。はい、一行。群馬県ラジオのストレンジラブ。日本人はもう夜勤をしなくなった。綺麗な夜景はもう見えなくなった。いいね、ちょっといいね。なんやろな、これめっちゃええ。読みたなるね。読みたなる。おしゃれやな。おしゃれ。2ポイント差し上げます。真っ暗や。群馬県ラジオのストレンジラブ。森を守るための本がベストセラーになった。その本の紙を作るため森は消滅してしまった。一行やね。ストレンジラブ一行。あれ、前電話電化って人ですか。あ、そうや、すまんな。ストレンジラブ夜勤のやつもええな、ね、ラジオの名キョコロヒー。あら、キョコロヒー。お前誰。お前ら誰。お前ら誰。いや、友達やろ、ヒコロヒー。うん、イベント呼んでいただきまして。ラジオネーム、橋本里奈。お前誰。お前誰。お前が誰。いやいや、なんか。いや、ピーレロ、フジテレビ。橋本里奈から来てんぞ。うん。ピーレロ。え
ピー入れるっていう約束で言ってるから、そういうタイプのグラビアアイドルとか、はいはいはい、そのなんか、毎回ね。なるほど、ね。うん。ピー入れろ。ピー入れろ。うん。新しい鍵。ラジオネーム、ハラミちゃん。ハラミちゃん！お前は想定の 1.5 倍ハゲてたぞ。お前は想定の 1.5 倍でかいねん。なんやねん。なんや、それのアンサーね。ハゲてたって。ハゲてたって。そんな言うか、ハラミちゃんがあんな笑顔の子が。ラジオネーム、トルコの植毛手術師。一世石田の次は君だと聞いたよ。え、同じ先生？はい、トルコの。え？植毛。トルコの植毛の人に会ったんですか？なんか、ゼイヤさんに。ニュースに出た、そんな。そんなあった？ラジオネーム、元ラストアイドル、長月みどり。ああ、みどり！せいやさん。うん。私のインスタグラムにいいねをしてくれるのは嬉しいんですけど。はいはいはい。水着を着た写真にしかいいねを押さないの本当に怖いです。うん。ほんまにいいねと思ってるから。へぇ。うん。いいねーって。いいねーって。ああ、まあ、なんか、ね、従来の使い方。そうそうそう。なんか頑張ってるなと思ってね。あ、そういうことね。うん、そうそうそう。うん、珍しく、その、ガチの、何やねんとかじゃなくて。いやまあ、それはでもほんまに、怖いですって終わられたからな。説明せんとちゃんと。ラジオネーム、平成教育委員会のあいつ。おぉ。ハゲチクゼンニ君の答え。よかったな。ハゲチクゼンニ。お前の答え。ハゲチクゼンニ君な。ハゲチクゼンニ君の答え。懐かしいな。お見事ちゃうねん。絶対間違えてるやろ。ラジオネーム、グリーン。グリーンさん。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ、愛してるじゃ、まだ足りないけど、せめて言わせて、ハゲ健康器具と。ハゲ健康器具ハゲの健康器具や。それはまあええことやけど。ハゲ健康器具な。何言うとんねん。おい、奇跡ちゃうねん。生えてくる歌ちゃうね奇跡言うて。ラジオネーム平家物語。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、うん、ハゲフォンデュの花の色、ハゲ貸し切りのハゲ焼きをハゲララバイ。何言うとんじゃん。ハゲ貸し切りのハゲハゲ焼きをハゲララバイ。ハゲは貸し切りやろ、ずっと一人のもやねんから独占しとんねんハゲは。ラジオネームバックナンバー。あ、バックナンバーさん。会いたいんだ今すぐその角から、ハゲモザイクテリートマンション。ハゲモザイクテリートマンションな、どういうこと。テリー引いてるやん。ハゲモザイクテリートマンション。はぁ、いや、そのわけがわからんすけど、もうテリートのマンション。ラジオネーム言ってんの。工藤新一。ああ、来ないやん工藤新一。幼馴染で同級生の毛利蘭と遊園地遊びに行って、黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた俺は、背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった、うん、俺はその男に毒薬を飲まされ、目が覚めたら、うん、体がハゲイカゲソテンになっていた。ハゲイカゲソテン。ハゲイカゲソテン。ハゲイカゲソテン。もうそれ衣ついてないゲソテンや、ただの。あ、俺ハゲのイカ店やからっつって店の主人が捨てるやつや。よかったですね。ハゲてないしな。ハゲてない。すげえやから。そうか、ようわからないこのコーナー。霜降り明星のオールナイトニッポン。ブン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 ちゃうねん、おい。プップップップーンちゃうねん、お前。ちゃうねん。おい、返された、そのまま。今日は怖いで。ポケットいっぱいの秘密のコーナー。アグネス。アグネス。本気で拳を。アグ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 ネス。1972年作曲家の平尾正明先生が香港から連れてきた香港の妖精チャンメイリンこと僕が大好きなアグネスチャンさんの名曲ポケットいっぱいの秘密に乗せて、リスナーが知っている秘密を紹介していくコーナーでございます。頼むで。アグネスさんの誕生日もうすぐでございます。あ、そうなん。本当に楽しみ。みんな考えてるよね、毎日脳汁垂らしながら。8月20日がアグネスの誕生日。そうなん。今や今やと、まだ
誕生日プレゼント毎日毎刻毎秒毎瞬考えております。何がいいかな、ダイヤモンド何かみんなで送ろうね。ダイヤモンド送んの。さあ、神奈川県、旗の市ラジオネームクメチキ、このクメチキがという言ったところでしょうか。いや、いや、すみません、違います。このコーナーにメールを送れば徳光さんサイン入り番組特製ステッカーもらえますか。なんてもう言ってるやろ。言ってへん、徳光めでございます。ほんなら日本放送が騙してるやん、俺との打ち合わせ。打ち合わせやん。ポケヘミのメール呼ばれたら徳光さんのステッカー送ってて、そっちから言ってきたやん。それがお前らのやり方か。おかずクラブ出た最後、瀬尾一郎がいつだってこと。それもう、あれ、パンもご飯もお腹いっぱい、これがお前らのやり方か。主食クラブです。おかずクラブせえや、おかずクラブせえよ。お前ラジオネーム、今日なんか理にかなってんな。いい塩梅。なんかケルベロスとヤマタノオロチはぶっちゃけキャラかぶりしてる、しとるわ。千葉県千葉市、ラジオネーム空みな、おっさんの歯ぎしりだけを配信する YouTube チャンネルやろうと思っています。うん、ババンババンバンババババーン、 YouTube チャンネルババンバン、俺見たことがババンバーン、バンバンババババババンバン、カイケルバーガー、地球儀、煮卵でもなんとかなる、何言うとんねん。そんなもんの、新お前が冷たい、そんなもんの。しかしトーマスは、ったるよ、ああ見えて短期大学に通ってた、パン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 、懐かしいな。4年は通わないよ、2年で終わるよ。どうなんのこの歌、トーマス短期大学の歌。トーマスはサークルの勧誘を断って、中学から付き合ってた同級生とドッキングした。ドッキング。あ、神奈川県ラジオでも買い物お手の物モノポリフライドポテト一軒家が建ちました。その家に泥棒入って、なんか電話取られて、ハクション。タックスマン、タックスマン、なんでちょっと雰囲気悪いし、なんでジェスチャー、誰かお尻出した方がいいかも。お尻を出した子参加賞、つくねのつくだに4等分。意味わからん。参加賞めっちゃおもろかったのに。ラジオネームのおささ、カオスシの歌と一緒や。サイササスイカチワネザ、おささ、もう終わるから。オゴペ、揺れ揺れ。終わるて。何とんじゃんお前。冷た。そんなもんの。霜降り明星のオールナイトニッポン。霜降り明星のオールナイトニッポン。この番組は中山精密、ワンカップ大関、種の滝、ブルボン、エイブル、アガルートアカデミー、以上各社の協賛で東京中楽有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。エンディングでーす。今夜放送されたこの番組はラジコのタイムフリー機能でもう一度聞き直せますし、Spotify のポッドキャストでも番組のアーカイブを無料でいつでも聞くことができます。師匠、Spotify いろいろと言う。あれ？ルールして。お前も自己主義ついに。コンビ二人ともやらんで。この後戦時クルー。あれ？カオス師匠。ボタンくんのオールナイト日本ゼロ。ボタンさん。聞ける一人で。呼んだれよカオス師匠も。すみません。三四郎さんのオールナイト日本。あ、三四郎さん。これなんですよね。これなんですよ。何してんのお前。何が？いやいや、ポケットいっぱいの秘密や。あー、すいません。いやいや、それは、覚えてました、今日は。まあ、覚えてんの、はい、今日は。なんか、まともなお笑いしてたもん、なんか。試食クラブでーすとか言って。試食クラブでーす、試食クラブでーすって言って。即興まともお笑いすな、お前。いや、ごめん、ちょっと気失ってた。ぶっ飛べ、お前は。はい。高森の反り込みから出てきました。あ、ざんざん、いいね。ごめんね。どっから出てきとんの。ありがとうございました、お前ね。今日もお帰ろ。メール、島根県松江市、藤原元スマブラ参戦。聖夜バンドのメンバーを探すためにいろいろ調べたところ、はい、ダンテ・カーバーさんの趣味は打ち込みでの作曲だということが分かる。ぜひとも聖夜バンドに曲を書き下ろしてもらうのはどうでしょうか。すごいやんか。あの人打ち込みやんねん。俺あんま知らんねんけど、何なんすか打ち込みって。夜遊びみたいな。パソコン一台で、バックミュージック作るみたいな。やっぱすごいんちゃうんそれ。そうですね。なあ、多趣味ですね。だからもう二人でできるよ。せいやとダンテカーバー。意味わからんで。せいやフューチャリング、はい、ダンテカーバー、せい遊び。何せい遊びって。背中の遊び、せい遊び。せい遊びでやる。
初音ミク的なことですか。あ、まあ、とかね。TTM すごい。なんてカーブさん入れへんって。入れろ。意味わからんから。大阪市ラジオネーム回答ソルト。粗品さん、はい、雨の日は技能教習のキャンセルが多いので狙い目だと思います、はいはいはい、これから梅雨の季節に入るのでこの機に一気に免許取ってしまいましょう。うん、ちゃうねんちゃうねん、うん、それもな、分かってんねん、みんな分かってるからキャンセル待ち結局殺到して倍率は一緒やねん。これ何も分かってんよ。お前に有益な情報くれてないってこと。くれてないってことや。おい、太田ってこと。回答ソルト、回答ソルトや。お前はメールも塩も荒いんじゃ、荒らしよー。おー、いいね。よっしゃい。セウンセウンやらくす。よし。そんな、なんやねん。セウンセウンやらくす。セウンセウンやらくす。ありがとうございました。怒られんじゃん。デラックスに意味わからんすぎて。レシティー。